です。今日はトーシューズのレッスンを皆様にお届けしたいと思います。どうぞご覧ください。ポアントのコーダシドミポアントポアントドミポアントアテルすぐ右足ポアント、そこから立つ、海を通過しておりましょう。左足も同じように、そうです、ポアントすぐ、そうです、プリエポアント、プリエポアント、そしたらプリエ、もう一回いきましょう。プリエポアント、こう出します。ゆっくり戻る、1番、はい、左足ターンしてこう出します。はい、戻ります。はい、そしたらプリエポアント、プリエポアント、そのままこう出します。お尻出さないで、もう一回いきましょう。プリエポアント、プリエポアント、こう出します。どんどん甲が出てて綺麗な足になりましょうね。はい、最後ちょっとバランス、足の甲をね、しっかり出していくっていうことがトーシューズのエクササイズね、一番最初大事ですね。はい、それでは、6番ポジションで立ってみてください。甲出し、皆さん分かりますか？はい、右足を引っ掛けて、はい、そうです。でね、ぐーっと体重をね、かけていきます。こういう甲出しもあります。はい、今度左足もやってみましょう。ぐーっと体重かけていく、うん、そう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 ね、そうやって甲出しすることもありますね。はい、いいですよ。エシャッペをしましょう。エシャッペ5番、エシャッペ5番、ドゥーブレエシャッペ、パドブレスタンプ、パドブレ、パドブレ、パドブレ、シュースします。はい、左からドゥーブレエシャッペ、ドゥーブレエシャッペ、パドブレ、パドブレ、パドブレ、シュース、はい、おしまい。はい、ですね、パドブレをちゃんとね、もう少しアクセントはっきりやります。のそのそのそってやらないで、せーの、パドブレ、パドブレ、パドブレですね。はい、ポアントのフォンジュいきます。はい、シュスで立ちます。ポアントのフォンジュいきましょう。シュスで立ちます。アロンジェ、フォンジュ、ポアントのまま、ポアントのまま、しっかりカクンってならないように気をつけてよ。鍵の足と言います、それ大事だからね。で、ドゥーブルフォンジュいきましょう。膝伸ばしきる、5番、セントゥニュー、左です。頑張って、しっかり曲げる、軸足ポアントだけど曲げないとダメだよ。はい、後ろ、
しましょう。お尻出さないでね。はい、ポアントのフォンジュ、これね実はねすごい難しいんですね。はい、ちょっと両手前になってみましょう。ポアントのフォンジュってすごいね脚力を強化するのにとても大切で重要なんですね。どういう風になってるかって言ったら、皆様ジーク足、はい、プリエしてみてください。フォンジュ、うん、この時に、足の甲を出してるわけじゃないです。はい、横に出してみてください。はい、足の甲を出すって言ったらわかるかな、誰かできます？ちょっとやってみて。できないと思うから、足の甲を出しながらフォンジュ。そう、倒れるよね、こう。できないでしょ、難しいでしょ、うん、だからしっかりとポアントのねフラットなところを床に吸い付けてやってないとできないんですね。でこれロシアの先生クリューチっていうんですね、鍵っていうんですよ。で何回か皆様にはね何回も言ってると思うんですけど、ポアントのソテプリエ、うん、でソテやってごらん。ソテほっトン、ちゃんと飛ばないとダメだよ。せーの、飛ぶほっ、うん、そう、飛んだ時に着地の時にも足の甲を出しません。わかるかな。ちゃんとちょっとみんな頑張ってやってみて。これ危ないですよ、これ間違ったものだから。甲を出してプリエしてみて。甲を出して、そうそう、もっといけるよね、もっといけるよね。でそれやってしまうと、ポアントのソテとかね、ポアントのシャンジュマンドピエとかできないんですよ。だから、ね、しっかりフラットのところについてて、じゃあ今度シャンジュマンドピエプリエ、シャンジュマンドピエ、お膝伸ばす、プリエッシャンジュマンドピエ、ポアントのフラットなところにしっかりつくっていうことが大切になります。わかりますか？はい、ポアントのグランバトマン、前にしっかり膝伸ばしてて、横前に入れます。はい、後ろ頑張って、横一回前に入れて、スドゥニュー、左行きましょう。首長くしてね。はい、横です。首長くしてるよ。はい、後ろ頑張って、かかと見えないように、横一回、はい、スドゥニュー、おしまいです。はい、ゆっくりとかかと前に降りる、顔 OK。トーシューズのレッスンはいかがでしたか？もしご自宅でする場合はきちんと気をつけながら行ってくださいね。ではまた撮っていきます。いつもありがとうございます。またねー。